どうも、日ハム純正攻略チャンネルへようこそ。佐藤優です。今回から日ハム純正攻略チャンネル、こちらの YouTube チャンネルを始めていこうと思います。まずは、1本目の動画ということで実績とオーダー紹介していこうと思います。以前プレジデントチャンネルという YouTube チャンネルで動画を出していたんですけど、まあそこからこのチャンネルに来てくれた方は本当にありがとうございます。そちらがちょっと他のメンバー用のチャンネルになりまして、まあ完全に僕の趣味でこの日ハム純正についてのこの YouTube チャンネルを作りました。さあ行くぞ。それでですね、直近で行われたE ベースボールクロスベースリーグに2021シーズンファイターズ代表決定戦の、まあ、オンライン予選、まあ、これはスピリーグという純正の大会でしたね。同じ純正同士で戦うという大会があったんですけど、そこで一応ベスト8、まあ、7位ですね。7位でした。でなんとまあこれでまあ予選を突破して、まあ、面接を受けて本戦へ出てきます、ね。進出順位第4位、まあ、佐藤優子選手、まあ、プロの一歩手前で負けたという感じですね。はい、まあ、まあ自分の実力不足だったんで、まあ、全然しょうがない、うん、はい。スピリーグの本戦の時に、まあ、僕がやったことが結構、まあ、皆さんとか見てくれた方は本当にびっくりしたって方も多かったと思うんですけど、まあ、なぜか4番を杉谷にしたり、先発を加藤にしたり、日ハム純正リアタイミングは結構多分びっくりしたかなと思うんですけど、まあ、これも全て自分で考えた戦略でした。まあ、今後こういうことについてまあ話せたらいいなって思います。で、まあ、その他にまあこのチーム魂杯、まあ、1年前の大会、純正大会でも一応ベスト100は入ってます。はい、続いてオーダー紹介やっていこうと思います。オーダー紹介は、はい、こちらですね。あ、すいません、間違えました。気持ち悪い。はい、こちらですね。まず野手なんですけど、この中で今日ハムに実際所属している選手はスタメンは清水選手しかいないと。そうですね、 OB とか頼ってますね。はい、まあでも普通の最近出た選手をまあ使ってますね。スピリッツが高い選手。打順はやっぱね、1番はやっぱり西川選手。塁出ればツーベースやもん。もう触れるとこないかな。そして僕の推し杉谷健司はベンチと。はい、はい、投手です。先発が大谷、噂は有原、滝田、伊藤。あれ？ダルビッシュいなくね？そうなんですよ、僕ね、ダルビッシュさんのそのセレクション、2020年のセレクションと2021年の OB セレクションの時のダルビッシュ選手、100連以上引いてるんですけど、出ないんすよね。頼む、ダルビッシュ！ダルビッシュ！よし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 ！で、中継ぎが、まあ、ハムは投手陣が強いんで、投手陣強いですね。はい、控えの選手はこんな感じと。まあ今後スピ解放とかいろいろ考えてるんで、そう、有原選手は、まあ、通信 B ネット使おうかな今後。こんな感じですね。まあ、その日ハム純正も5年ぐらいやってるんで、まあ、極みの選手、まあ、最近のこのおばんどうとかはなかなか突が進んでないんですけど、まあ、頑張って OB の選手集めて、いつか限界突破コーチで全員極みにさせたいなって思ってるところです。はい、ということで今回は軽く実績とオーダー紹介だけでした。とても短いと、こういう短い動画が一番いいんじゃないかなって思うんで、また次の動画、まあ、明日以降少しずつ日ハムの動画を出していこうと思います。まあ、明日以降予告します。
明日は、2022シリーズ1ポジション別登場予想選手の動画を出していこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。